久しぶりの動画撮るからなんか緊張するな。はい。はい。ということでね、第1カーニバルですね。ちょっと本日はね、久しぶりのね、雑談ということでね、ちょっとね、いつもはね、ほら、なんか気持ち悪いことしてんじゃん、俺。なんですけど、今日はね、ゆったりとね、ダラダラ、うんこ漏らしながらね、雑談していきたいと思います。ということでね、ちょっと本日は、購入品の方をね、ネタがないんでね、オワコンなんで、紹介したいと思います。今日がね、今7月の半ばなんですけど、この動画がね、アップされるのは、いつになるのか、全然ね、知らないんですけど、僕がね、7月に買ったね、商品っていうのをね、紹介 します。はい。まず、ちょっと待って、住所バレないように。まずね、こちらね、こちら開けるか。ユニクロ。ユニクロでね、買いました。はい、オンラインかな、オンラインでさ、ネットショッピングしましたのでね、ちょっと開封していきたいと思います。おー、いいじゃん。まず一つ目がね、3点ね、ユニクロあるんですけど、一つがね、こちら。エアリズム、シームレスパンツ。はい、パンツですね。はい。ね、このね、これ見分かる？このシームレス、ボクサーパンツみたいなやつ。これね、めちゃくちゃいいっす。これね、これ履いたら、マジで他のパンツね、履けなくなるんですよ。うん。ちょっと待って、パンツあるかな？例えばね、結構男性さ、これも、なんだっけ、ボディーワイルドとか、うん。これも結構僕持ってるんですけど、結構1000円ちょいぐらいするんですよ。1500円ぐらいね。うん。なんですけど、このエアリズムパンツ、これセールでね、790円ぐらいで買ったんですけど、これ履いちゃったら、もうね、履き心地が良すぎて、マジでね、他のパンツは、ね、履けないんでね、皆さんぜひね、買ってみてください。うん。ね、ほら、これもね、そう、シームレスパンツ、ユニクロのね、うん、ユニクロのやつ。うん、いい匂いだ。はい。でね、二つ目。はい、色違いですね。はい、色違い。青があるから、赤でね、うん。ちょっとです、やっぱりさ、僕もね、たまにはね、やっぱちょっと下着をね、見せる機会が、あるじゃないですかね。ちょっと異性とかにね、陰キャラだけどさ、たまにあるということで、やっぱちょっとね、華やかにさ、ちょっと地味なやつ嫌じゃないですか。ちょっと華やかにね、やっぱりね、おい、バカにしてんじゃねえぞ、お前ら、おい。はい、続いて、ラストっすね。ラスト。うん、こちら。これ普通のあれっすね。スーパーノンアイロンワイシャツ。うん。もうほんと、ただの、セミワイドかな？うん。襟がセミワイド。ちょっと開いてるやつ。うん。これ買いました。うん。これはね、僕ね、ほら、本業はね、どうもーってやってるから、衣装がね、僕、結構派手なシャツつけてるんですよ。もうほんとびっしり青のストライプ。ね、みたいな、ちょっと、おしゃれ、俺はおしゃれ系だから、おしゃれ系の衣装なんですけど、ちょっとね、一つね、こういうほんと無地の、もうシンプルなさ、白い、爽やかだな、うん、ワイシャツも持ってていいかなと思ってて、うん、これもね、そんな高くないね。これも3000ぐらいかな。うん、3、4000ぐらい。うん、本当にね、もうユニクロさんのね、こういうワイシャツとかも、一回着ちゃったらね、他も着れなくなっちゃうんですよ。うん。だからこれでね、たまにこっち来て漫才ね、やっていきたいと思います。はい。これがまずユニクロ編ですね。続いて、ZOZOTOWN ですね。うん、ZOZOTOWN ね、買いました。はい。僕ね、前の動画で言ったと思うんですけど、洋服をね、そんな、昔ちょっと好きだったんですけど、今その金銭的にね、買うお金がないんで、これもね、僕の同級生の友達からね、いただいた T シャツなんで、そう、全然ね、あれなんですよ。お金が今ね、服とか買わないんですけど、ZOZO タウンのね、ポイントがね、すごい溜まってて、ちょっとハサミあった。うん、それがね、今月までだったんですよ。期限がね。だからちょっと無理やりね、特に今欲しい服なかったんですけど、無理やり探してね、ZOZO タウンの方で、買いました。はい。これ T シャツだっけ？ちょっと開けてきますね。べーん。ちょっと子供っぽいな。ちょっと着てみますね。どうすか？
いや、少年みたいだな。なんか、なんか、小学生の、なんか、あの、なんかなんだろうな。小学生のそんなに洋服に興味がない子供が着てるみたいな。なんかあのね、なんか、ちょっと子供す、ま、竹感はいいか。竹感はいいから。うん。竹感は、ああ、どうしようかな。返品、やっぱ返品送料とかね、かかるしめんどくせえしな。うん、まあまあ今いっか。うん。ねえ、まあいやいや。うん、まあ来ます。はい。これ、あの動画で着るんでね。うん。まあまあまあいっか。ちょっとね、たまにはこういうなんか、ちょっと明るい系のね、服も。うん。ね。かわいいっしょ。うん、なんかね。うん、チャンピオン？チャンピオンかな？うん。うん。でも別に、着やすい、着やすいんじゃない？なんかサクッとさ、なんか、それこそ、もう部屋着にもできるしね。うん。はい、こちらですね。はい。あと、よく思うんですけど、こういうなんか、W ってあるじゃないですか。これって、何の W なんですかね。なんか、よく服とか帽子に、なんか、アルファベットで、一文字でなんか、なんだ、S とか、ね、なんか、M とか、なんか、いっぱいあるじゃないですか。なんか、ね、なんか N とかなんかさ、それって、何のあれなんですかね。うん。全然わかんないですね。はい。はい、続いて、ラストですね。ラストはね、でかいね。これもね、ZOZO タウンですね。これも ZOZO タウン。お、いいじゃん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 。こちらはね、バッグを買いました。はい。バッグ。ジャギーン。お、いいじゃん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 。うん。これ、これ、あ、フィラ、これそうそうそう、フィラでね、買ったんですよ。うん。というのもね、その僕ね、あの、バッグがね、その、なんだろう、その、漫才の劇場とかに行くバッグとか、あとはその、バイトとかさ、に行くバッグがもうボロボロで、あのね、あ、これだ、これ。あの、これね、僕の弟が中学校時代の登下校で使ってた、だからもう10年ぐらい前のバッグがね、まあ家にあったんで、それ使ってるんですけど、もうなんか字もね、なんかもうほら薄く、これもっと濃かったんですよ。薄くなってるし、なんかね、もうなんか、見える、わかるかな？あ、なんかもうほら、なんかね、ほら、あの、素材がね、破けてるんですよ。うん。なんですけどね、まあ、多分それなりになんか、ちゃんとした、ね、いいメーカーのだと思うんで、すごいなんかしっかりしてるから、まあ、まだね、壊れてないから、いいかなと思って、まあ、使ってるんですけど、多分ね、あと半年以内ぐらいで多分もう本当にね、やばくなると思うんで、もう買っときました。はい。これもなんかセールでね、ほんと売ってたんで、どんぐらいだろう、安かった、一番もしなかった、全然6000とか7000ぐらいかな、確かうん、これ結構でかいですよね、これいいっすよね、これ、うん、フィラってのがちょっとおしゃれだしね、フィラ、うん、ちょっとフィラってさ、なんか女子高生とかさ、ね、女子大生がなんかね、好きなブランドっていうイメージがあったんですけど、これはなんかちょっとさ、筆記体でね、なんかほら筆記体で書かれてあって、うん、なんかちょっとほら男性でもね、この大人のね、俺も大人じゃん、やっぱさ色気あるからさ、うん、色気あるね男性でもね、使えるかなと思って、うん、おい、あ、いい、めっちゃ入る、バカ入るね、これ、あ、これいいじゃん、あ、これいいな、これ普通にこれいいわ、あ、なんか友達ん家の匂いすんな、うん、まあいいな、普通に、うん、これいいじゃん、ちょっと背負ってみるか、うん、あ、これいい、これいいんだよね、これ、これ大事なんですよ、わかります、これ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 、あのね、この紐があったら、僕やっぱさ、基本やっぱ駅まで走ったりしてるんで、もう時間ね、僕結構わーってやべえとある時あるんで、わーって走ってる時にこれがあるだけで、落ちないじゃないですか、これわかります、これ、これめっちゃ一番大事なんですよ、これがね、バッグ一番大事です、マジで、うん、だからね、わかるよ、これみんな言ってること、あ、開けずれるの、おい、そう、これでさ、こうやって走ってたらさ、こうやってね、だからほらね、待ち合い時間にさ、ね、直送でうわーってこうやってわーってやってたらさ、これがね、こうなんの、うん、なんですけど、これがあればね、これがあればさ、これをさ、ガチャンってね、ガチャンってやればさ、もうなんかほら、こうやって行くと、わー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 みたいな感じでね、そう、落ちないんですよ。これちょっと、もう一回、これ面白いね、これ。わー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 みたいな、ね、うん。そんな面白くないか。はい。ということでね、あ、これいいね。うん。なんですけど、やっぱ、まだね、この、
僕の弟のバッグがね、まだ使えるんでね、まだ使えるんで、ちょっと、来年ぐらいから使おうかな。うん。今年の夏はね、この古い方を使って、来年のね、冬ぐらいからまたね、新たなね、新規一点で、こっちのバッグをね、使いましょうかね。うん。まあ、そんな感じ。あ、時間も結構いっちゃったな。うん。そんな感じですね。まあ、本当はね、オーバーオールとかちょっと欲しかったんですよ。わかります？あの、マイウーのさ、イッチャンさんとかが着てるさ、この、つなぎの、あるじゃないですか。あの、オーバーオールって。あの、牧場の人みたいなやつ。あれね、結構おしゃれだなと思って欲しかったんですけど、あれ高いんですよね。うん、あれね、高いから、うん、ちょっと買えなかったっすね。うん。だから、まあちょっとこの、T シャツと、まあ、バッグで、はい。買いましたね。はい。まあね、ね、まあ、どんどん皆さんね、なんか、いらない服とかね、あればね、僕にね、僕全然着るんで、はい、全然着るんでね、はい。そんな感じっすね、うん。いい買い物したね。いいね、うん、あとね、昨日ね、疲れてね、風呂入んないで寝ちゃったんで、普通にね、出かけたままもうなんか、汗がなんかね、ベタベタしてね、気持ち悪いんですけど、普通にいつもから気持ち悪いんで、特に何もね。うん。ねえ、うん。はい。ということでね。はい、なんだこれ。なんかね、うん。あ、なんかね、チラシが入ってた。かわいいね、猫ちゃん。かわいい。うん。